ようこそ皇室ジャパンへ。皆様もご経験があるかと思いますが、大切な休日を過ごしている最中に急な用事や仕事で外出することがあるのではないでしょうか。天皇陛下もご静養中の那須御用邸から宮中祭祀のために帰京されるという、その本気度を感じさせる出来事がありました。ぜひ最後までご覧ください。天皇陛下、雅子さま、そして愛子さまも8月21日より那須御用邸での静養を楽しまれています。実はこの御用邸での静養はなんと4年ぶり、心からの夏休みを心温まる時間として過ごされていることでしょう。那須御用邸の近くにあるステンドグラス博物館などを訪れていたそうです。大学4年生となった愛子さまも学生時代最後の夏休みを那須の地で過ごされることができて本当に良かったと思います。このような貴重な時間を過ごされる天皇家の様子に私たちも微笑ましく共感を覚えることではないでしょうか。そのような中、天皇陛下も那須御用邸での静養中にもかかわらず8月31日に一時的に帰京され、翌9月1日に再び御用邸に戻られました。天皇陛下が皇居に戻られるのは宮中祭祀の一つである春祭で拝礼されるためと伺っております。春祭は毎月1日、11日、21日に皇室の祖先などを祀る宮中三殿で国民の安寧を祈るために行われるもので、1日の春祭は原則として陛下が拝礼されています。陛下は祭祀を非常に重要視されており、欠席されることはほとんどございません。2022年11月には祭祀を担当する商店職の職員十数人が新型コロナウイルスに感染したことが明らかとなり、同年12月1日の陛下の出席が取りやめられたことがありました。しかしそのような例外を除き、陛下はこれまでの祭祀に全て臨まれています。商店職の職員たちも陛下の祭祀への熱心な取り組みに深い敬意を抱いております。歴代天皇の中でも陛下は神事に熱心に取り組まれているとの声が高まっています。このように天皇陛下の真摯な姿勢は多くの人々に感銘を与えているのです。年間を通して宮中祭祀で約20件もの祭儀が行われることをご存知でしょうか。これは天皇陛下にとって身体的な負担が伴うものとなっています。事前の決裁や重たい装束をお召しになること、さらには長時間の正座を伴う祭儀など身体への大きな負担を感じながらも真摯に取り組まれていました。また早朝や深夜に行われる祭儀もあり、これは天皇陛下の体にとって決して軽いものではございません。しかしそのような困難さを乗り越え、陛下は国民の幸せを心から願い、歴代天皇が守り続けてきた宮中祭祀の重要性を深く認識されているのです。4年ぶりとなった那須御用邸でのご静養中であっても天皇陛下の国民への深い思いやりの心は変わることなく続いているのです。1年に20もの宮中祭祀がございます。天皇陛下は原則すべて出席とのことで、そのお姿勢には深く感銘を受けます。那須御用邸での静養中でさえ心からの休息は難しいことでしょう。宮中祭祀のために一時帰京され、再び那須御用邸にお戻りになるお姿は国民として心から敬意を表します。宮中祭祀は天皇陛下の貴重な一子相伝のものであり、他の方が代理を務めることは考えられません。天皇陛下が国民の生活を守るために宮中祭祀を真心でなさっていることに、私たち国民は心から感謝申し上げます。那須御用邸については老朽化が進んで冷房も完備されていないと伺います。10年前は涼しい避暑地として知られていましたが、温暖化の影響で気温が上昇しているとのこと。天皇皇后両陛下の倹約の精神を尊重しつつ、那須御用邸の改修や建て替えを検討されることを心より願っております。愛子さまが物価の高騰に苦しむ国民を思いやり、新しいティアラの購入を3年間も辞退されていることは、その深い思いやりに感動いたします。金城陛下はそのお心とお振る舞いにおいて、まさに天皇という尊い存在を鮮明に示されていると感じます。私たち一国民として深い尊敬と感謝の気持ちを持っております。宮中祭祀を大切にされるお姿は心からの献身を感じさせます。ご静養中でさえも皇居にお戻りになり、宮中祭祀を執り行われるその真摯な態度に、お仕えする職員の方々もきっと心からの感動を覚えていることでしょう。皇后陛下や敬宮愛子内親王殿下との貴重な時間をもっとゆっくりとお過ごしいただけることを心より願っております。令和の時代が平和と繁栄をもたらし、長く続くことを切に願っております。天皇皇后両陛下の高い志に、私たち国民は深く尊敬の念を抱いております。そのお姿を見て、私たち国民はさらに努力する気持ちになりますし、海外の方々も日本の心を感じ取り、親しみを持ってくださるのではないでしょうか。一部の自己中心的な宮家の行動には驚きを隠せませんが、天皇皇后両陛下が国民を心から思われるお気持ちを見て、日本の未来に希望を感じたいと思います。どの国にもできるところまで努力するという精神は共通していると信じております。陛下は多岐にわたる心配りや祭祀やご公務への真摯な取り組みを通して、私たち国民の心に深く響いております。ご家庭においても理想的な夫であり、父親としてもその姿は完璧です。歴代の天皇の中でも特別な存在として記憶されることでしょう。令和の時代が長く平和に続くことを心より願っております。この記事には心が温かくなるような感動を覚えました。陛下の多岐にわたるご活動やその献身的な姿勢をもっと多くの国民に知っていただくため、このような報道が増えることを切に希望いたします。陛下はさまざまな場面での深いご配慮や祭祀や公務に対する熱心な取り組みを通じて私たち国民の心に触れております。ご家庭においても模範的な夫として、また父親としてのお姿はまさに理想的です。歴代の天皇陛下の中でも特に印象深く記憶される存在となることでしょう。令和の時代が安定し平和に満ちたものであることを心からお祈り申し上げます。この記事を読んで心がほっこりと温まる感覚を得ました。陛下の幅広いご活動やその真心ある姿勢をさらに多くの国民に伝えるために、このような報道が続くことを心から期待しております。いかがだったでしょうか。天皇陛下の行動一つ一つが私たちにとって大きな教えとなります。静養中であっても宮中祭祀のために帰京されるその姿は、献身的な愛と責任感を感じさせます。国民としての誇りと感謝の気持ちを改めて感じる今日この頃です。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。